リズ・カムーシュは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家。ルイジアナ州、ラファイエット出身。チームハリケーンオーサム所属。ベラトル世界女子フライ級ランキング2位。リズ・カムーシェ、リズ・カモーシェとも表記される。ルイジアナ州、ラファイエットで生まれた後、アメリカ海兵隊員だった父親の仕事の都合で、幼少期に日本の沖縄県へ移り、 沖縄クリスチャンスクールインターナショナルを卒業。20歳の時に、自身も海兵隊に入隊し、航空電機技師として5年間任期を務めた。2010年、メキシコでプロデビュー。2010年9月30日、C3 ファイツ、レッドリバーライバリーで、バレンティーナ・シェフチェンコと対戦し、ニアールにドクターストップにより、TK を勝ち。2011年3月5日、 ストリックフォース、フェジョン VS、ヘンダーソンの女子ウェルター級タイトルマッチで王者のマルースクーネンと対戦し、4R に三角締めで一本負け。キャリア初黒星を喫した。2011年7月22日、ストリックフォースチャレンジャーズ、ボルカー VS、ボーリング3でサラカフマンと対戦し、0から3の判定負け。2013年2月23日、 UFC157 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで王者のロンダラウジーに挑戦し、1アールに腕ひしぎ十字固めで一本分け。この試合は UFC 史上初となる女子の試合であり、ペーパービューの販売件数は約50万件を記録。女子選手がメインを務めた格闘技イベントとしては過去最高の販売件数を記録した。 2013年11月6日、UFC ファイトフォーザ・トゥループス三3で、女子バンタム級ランキング6位のアレクシス・デイビスと対戦し、0から3の判定負け。2014年4月19日、UFC オンフォックス11で、女子バンタム級ランキング3位のミーシャテートと対戦し、0から3の判定負け。二千十六年十一月十二日、u f c 二百五で、 女子バンタム級ランキング14位のケイトリンチュケイギアンと対戦し、2から1の判定勝ち。2017年12月9日、新設されたフライ級に階級を下げ、UFC ファイトナイト、スワンソン VS、オルテガでアレクシス・デイビスと再戦し、1から2の判定負け。2019年8月10日、UFC ファイトナイト、シェフチェンコ VS、 カームーシュニの UFC 世界女子フライ級タイトルマッチで王者のバレンティーナ・シェフチェンコに挑戦し、0から3の 5R 判定負け、王座獲得に失敗した。2020年9月12日、ベラトル MMA デビュー戦となったベラトル246でディアナ・ベネットと対戦し、3R にリアネーキドチョークで一本勝ちを収めた。2021年6月25日、 ベラトル261で女子フライ級ランキング3位の渡辺かなと対戦し、スタンドパンチ連打で開始35秒の TK を勝ち、ありがとうございます。